高畑ですね、中畑に。もう、その時でも号泣。今でも大丈夫。すごい気配りのできる人だったね。号泣したって言えば、藤田さんが亡くなったっていうのを聞いて、デーブと二人で自宅に、ご遺体が帰ってきたっていうところにな、お伺いして思いっきり感謝の言葉を言わせてもらって、本当にありがとうございましたっていう言葉を言いたくてさ、もうキョトンとしてた奥さんと娘さんたちが、なんでこの二人こんなにお父さんのために号泣してんだろうっていうね、俺最後は引退する時もほとんど1年間裏方やっててさ、応援団長やってて、で最後の優勝監督インタビューでさ、全国放送のその最初の開口一番に、監督の今年1年間一番期待に応えてくれた選手は誰ですかって、応援団長がやってた俺の名前言ってくれたんだね、中畑ですねって、中畑ですね、中畑に男を見ました、中畑ですね、中畑に男を見ました。もうその時でも号泣、今でも大丈夫。そのことと、特に裏方にすごい気配りのできる人だったね。表だって活躍する選手は黙ってたって、いい思いしてんだからって、裏方に対してすごく声のかけ方とかさ、人作りっていうか、そういう情熱を本当に教わったのは、監督としてはもしかすれば藤田さんだなっていうところは俺はあってね、引退のその試合の後でどんな言葉をかけられたんですか。いや、お前来年からコーチやってくれって言われた。藤田さんにも、はい、お前来年手伝えって、いや一回休ませてくださいって言って、それで、幸せだよな、そういう要請もされながらさ、そんな恩人にお願いされても、でも一回休みたかったんですか。だって必要ないもん、俺がまだそのチームでまだそういう空気じゃなくて、たっちゃんとかみんな元気な選手がいっぱいいるだけにさ、そうじゃなくて、バラバラなさチームだったら、即はだけど、すごく充実したこんな素晴らしいチームなんだから、それはわざわざコーチになる必要もないしさ、その橋渡しみたいな役割も全然いるチームじゃなかった、もうほとんど完成されて、これからどんどん成長していくチームだっていうのを手応えの中にあったからね。俺だって監督の後に胴上げしてもらったんだよね、ナインに。そんなのないんだから、選手は。一選手が監督の後に優勝で胴上げしてもらうなんてありえないんだから。そうですね、そんな良いチームだったんだから、そこに入り込む余地はないしさ、一旦距離を置いて、それで、勉強したいなってのもあったからね、監督やってみたいって本当に思わせてくれたのは、監督やってみたいって本当に思わせてくれたのは、藤田さんの下でいた何年間かな、それがあったから、ああこういう監督になりたいなっていうふうに、本当に人の痛みを知ってる人で、目配り気配り
思いやりのできる人でさ、指導方法、生き方みたいなものはさ、長くサラリーマンを経験したりね、三田さんというのはさ、実社会に出てそういう苦労も重ねてきた人だけにさ、ずっと日本の置きっぱなしじゃなくて実体験しながら何かこう自分の人生を積み重ねた中で、味わったもののなんか監督の中で花開かしてたよなっていうのがさ、俺の中にあったからね。だからそれをなんか盗み、ながら勉強したとこあったかもしれない俺な。最後の1年間は特にその時間帯、控えにいながら藤田さんの行動とかさ、言動とかいろんなことをこう学んでたところがあったと思うんだよな。そういう人に育ててもらったっていうのが、答えとして出せないとさ意味ないじゃん。自分が生きてきた足跡の中にさ、その人たちの色を少しでもね、自分の中に取り入れた中で、なんか成功例を作らないと失礼だなと思うからさ、本当にいい出会いをさせてもらって本当幸せなんじゃない俺。話聞けば聞くほど幸せな男だと思うだろう。本当に。実話だからね、一時一句みんな。